皆さんこんばんは、オーシャンです。引き続きですね、ネザーランドドワーフフロスティですね、フラッピちゃんの映像でございます。一応ね、もうご飯もねだいぶ、もりもりと食べてくれるようになったので、まあ、一応ねちょっと手慣らしということで、まあ、人間の手にねちょっと慣れてほしいなというところもあり、手からねおやつをあげる、まあ、訓練ではないですけれども、まあ、嫌がらない程度にねやっております。一応ね、これファーストトライなんですが、差し出された手からですね、ドライフルーツあげたら普通に食べてくれました。ただですね、こちらね、ちょっとお口にはね大きかったみたいで、我が家のチンチラと同じ感覚でですねあげてたんですけれど、どうやらお口に入らなかったようで、ちょっとねポロッと落っこしてしまいました。まあでもね、手からね、怖がらずに、受け取ってくれるっていうのはね、非常にね、ありがたいですね。なんかこう、慣れてくる資質といいますか、素質といいますか、持ってるのかなと思うんですね。まあ、もともと販売されてたペットショップさんの方でも、かなりね、大事に育てられてきたのかなと思いますね。ね、こちらね、私学びました。ちっちゃいドライフルーツ。3度目にして、食べてくれました、ね、お口がね非常にねちっちゃいですね。でまたこう時折見せるこのねペロペロっとしたねちっちゃいねベロがね非常に可愛らしいですね。はい、一応ですね、今日の動画はねこの辺に しようかなと思います。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。